はい、皆さんこんにちは、島田祐介です。今日のテーマはですね、寝る前は勉強のゴールデンタイムっていうのでお伝えをしていきたいと思います。それではどうぞ。ということで、僕もですね、この司法書士試験、合格するためにですね、いろんな勉強をしました。で、やっぱりですね、社会人しながらこの試験合格したので、本当にこう寝る前の時間をすごく、有効に使わないといけないというので、すごく寝る前ってすごく貴重な時間だったんですよね。で、皆さんどっちに勉強する方が多いでしょうか。僕は朝勉強しますという人もいれば、夜勉強するという人も多いんですけど、僕は本当に朝と夜で昼間隙間時間っていう感じでやってたんですけど、ぜひですね、今日はこう朝活が苦手な人もいると思うので、夜の寝る前の時間をすごく有効に使ってほしいなっていうので、皆さん今日はお伝えをしていきたいなというふうに思ってます。実はですね、この寝る前の 1,2 時間っていうのがすごく勉強にとってゴールデンタイムというふうに言われていて、暗記物、これをぜひ寝る前にやってほしいなというふうに思ってます。僕も、やってたのは、寝る前はですね、本当に条文を読んだりとか、一問一答で暗記をする。司法書士試験とか特にこう暗記系が多かったりするので、そういうのを意識してやってました。で、なんでそういうことをやるかというと、こう睡眠時間って、とても皆さんご存じ通り、体を休めるですね、こうレム睡眠っていうのと、あと脳を休めるノンレム睡眠っていうのが、大体交互にこう時間ごとにやってるんですよね。で、中でもですね、レム睡眠ってよく言われてるのは、覚えたことを定着させるための時間というふうに言われてます。なので、記憶の整理っていうふうに言われてるんですね。寝る前にこう見たものを、長期記憶にするために必要な時間というふうに言われてて、寝る前のこう暗記物とかが、その瞬間覚えたのを、次の日に忘れないように、いや長期的に覚えておけるようにするには、昼間に暗記するよりも寝る前の 1,2 時間に暗記物をやった方が定着率がいいよっていうふうに言われてます。なので、僕はその話を聞いてからずっとこの司法書士試験合格するまで、やっぱ寝る前は暗記物とか条文を読むっていうところに注力をしてました。で、やっちゃいけないのが、論理的な問題を解いたりとか、頭を使うやつをやらないっていうのがすごくポイントになってきます。逆にこう目が冴えてくるんですよね。集中力とか脳が消費してしまうと逆にあんま意味がないので、本当にこう軽いものをあえて夜に持ってくるっていうのが大事です。なので、司法書士の場合で言うと、記述式の問題を夜やるとかっていうのはダメです。本当にあくまで条文一問一答とかにフォーカスをするっていうのを、意識してもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。僕らが勉強した内容をよりこう記憶をですね、定着させるために必要なポイントを一応3つぐらいご紹介していきたいなと思うんですけど、1つ目は、睡眠時間はあくまで確保しようねっていうのを、本当に皆さんにお伝えをしたいところで、一応寝る前の学習暗記物をすると効率が上がりますよっていうのを皆さん今日お伝えをしてきたところなんですけど、とはいえ大事な睡眠時間をわざわざこう削ってまで勉強する必要はないよというところで、あくまでベースは睡眠時間確保。例えば僕とかだったら別に4時間とかで睡眠足れるんですけど、私は6時間必要です、7時間必要ですっていう人は必ずその時間を確保しないと、いや、じゃあ次の日の勉強に影響してくるんですよね。なんかパフォーマンスが下がってしまうので、本末転倒になってしまうと。あくまで、寝る前に勉強するのは効率アップするんだけど、睡眠時間が取れないんだったら、まずは睡眠時間確保しましょうねっていうところが優先的になってきます。これ僕前本で読んだんですけど、徹夜するとどうなのかっていうと、本当にこう24時間置きっぱなしでいるとですね、なんかこうビールの大瓶1本ぐらいを飲んだパフォーマンス、つまりもうずっと酔った状態で仕事してるみたいなぐらい脳のパフォーマンスが下がってるみたいなので、あくまでやっぱりこの睡眠がいかに大事かっていうのは僕らは知っておかないといけないです。なので、自分の睡眠時間に合わせてきちんと確保していく。で、その上で寝る前に暗記物をやってくださいねっていうのが記憶を定着させるポイント1です。で、次に、2つ目、さっきちょっとお話をしたんですけど、学習にこう、なんていうのかな、あくまで暗記物が軽いものだけにする、重いものをやらないっていうのが2つ目のポイントです。なんかこう、例えばなんですけど、昼間ずっとわからない問題解いてて、寝る前にもう一回やり始めて、なんかこう考えすぎて寝れなくなるみたいな時ってありません？で、逆に解けたら解けたですごく興奮して次やろうみたいな。そうするとなんかこう気持ちも高まってくるし、もともとやっぱ寝るのって、脳を休めるっていう目的もあるので、逆にこう記憶の定着に悪影響を与えてしまうみたいなんですよ。なので、やっぱ寝る前はあくまで本当に簡単な問題だけにフォーカスをするっていうのが
おすすめなポイントになります。ポイント3つ目、部屋をですね暗くする。意外とこれ忘れがちなんですけど、まあ、この家って今この電気とかってどっちかというとこう白いライトではないんですよね。ちょっと、まあ、オレンジ系の色でやってるんですけど、普段勉強するときって結構発光色というか、だいたい白色でみんな勉強したりするじゃないですか。でそれがやっぱりどうしてもいわゆる、ね、眠くなる成分がやっぱり抑制されてしまうんですよね。なのでどちらかというとこうちゃんと眠れなくなってしまう、目が冴えてしまうというふうになるので、できれば寝る前の睡眠寝室とかはやっぱりこう暗めのところで本当に落ち着いた状態で、暗記物に取り組んでもらうというのがいいので、なるべくこうオレンジ色とかちょっと暗めの色の部屋で効果的な学習にしてもらえると記憶の定着がより上がるんじゃないかなというふうに思いますので、まずポイント3つ目は明るい色を避けるっていうのがおすすめポイントになります。今日のまとめです。1つ目はですね、まあ、寝る前の時間は基本的にリラックスタイムですと。でただ、記憶もの、条文、一問一答、そして単純に覚えるもの、これに関してはすごく記憶の定着につながる時間ですよ。なので寝る前の 1、2時間、もしくは本当に時間ない時は10分だけでも構いません。なのでその時間をぜひ記憶を定着させるという時間にフォーカスしていただいて、皆さんの学習効率を上げてもらえる一歩になればいいかなというふうに思ってますので、まあ、今日の夜からぜひ試してみてください。ということで、まあ、このチャンネルではですね、お金に関する相談とか、悩みを引き続き受け付けておりますので、皆さんのコメントお待ちします。また YouTube チャンネル登録などよろしくお願いします。また会いましょう。